うん、確かに17歳だ。結構かわいい。この格好何？なんか魔女っぽい。本当に生まれ変わったんだ。社畜の私はもういない。これからは愛沢あずさではなく、あずさ愛沢を名乗ろう。そして今日からここが私の家。この畑で自給自足して。これは私が魔術試験で実際にやった小汚い、いえ頭脳的な手法ですが、風魔法で空気の流れを変えて他の受験生の邪魔をするんです。案外効果がありますよ。なるほど、さすがイレイナさん。何がさすがなのか分かりませんが、もう一度やってみてください。はい。あの、お姉ちゃん、どうして私が魔女になったらいけないの？いい加減に諦めなさい。せっかく元気になれたんだから、私はやりたいことをやってみたいの。どこまでできるか挑戦してみたいの。その結果、退学になったのでしょ？ここは校内にある私のプライベートルームよ。二人とも社長と一緒じゃないの？おなみお姉ちゃん。ええ、社長は黒羽さんと今くぬぎさんのお宅ですが。それよりおなみさんはどうしてここに？教会から反魂のタブーに触れた魔法使いがこの山のふもとに工房を構えてる言われて調べに来たんやけど。だといいなと思っているだけで、それほど深刻な願望では。エリカ・ブランデンリー様だったらこうおっしゃったことでしょう。ひどいわリリー、こんな風にお笑いしてるところを誰かに見られたら私の淑女としての評判が台無しじゃない。とカレン。リリアナ様は五道様こそが運命の人だと思ったことはありませんか？先に上がれと。眺めがいいんだ。眺めが。どうどう。どう。くそ。ならば。こうか。違う。まだまだ。早すぎて見えねえ。なぜ落ち込んでいる？いらっしゃい。願いの叶うチョコレートやショコラノワールへようこそ。願いの叶うチョコレート。さあ聞かせて。ホーソンにこれを届けに来ただけだから。これ剣か？水晶玉で覗いてたら木剣を構えてる姿が見えて、いたたまれなくて飛んできたのよ。それにいい頃合いかもしれないし。なんだこの剣、脈打ってるような。きっちり願い叶えます。本当に落とし穴なし？魔女に二言はありません。じゃあ叶えてもらっちゃおうかな。はい、喜んで。で、あなたの願いとは？やっぱりこれ、人間サイズになりたい。かしこまりました。でも人間サイズになると今のように空を飛ぶことはできなくなりますけど。そうなんだ。ここか、この町のどこかに。これは
学校から支給されたホキよ。あ、その杖。あ、これですか？シャイニーシャリアの魔法の杖です。先生、シャリを知ってますか？まあ、ロッテから聞いてます。え？中毒物は学校に届けないとダメだって。でもこれを持っていればいつかシャリオに会える気がするんです。シャリオ？シャリオだ。このランツブルックはレイラインが通ってません。ですからここでは魔法が使えないんです。反対にケネンベルクって場所はすごく魔力が濃かったんで、すごい力を使うことができたんです。すみません、あんまり役に立たない力で。今の話、魔女にとって重大な秘密ではないのか？そうですね。スクロールにちょこちょこっとお手伝い、大変よね、彼とご一緒するの。私なんかじゃついていくだけで精一杯で、迷惑かけてばっかりで。それに彼かなり来てるものね。ゴブリン退治だけと言ったって何年もほぼ休みなしだもの。ナノさん！おはようございます、ナノさん。おはよう。同じクラスですね、嬉しい。そうだね。何怖がってんだよ、らしくねえな。うっさい、別に怖いわけじゃないっての。